はい、夏休みだというのにこの不気味な美術館を今日も徘徊し。カビ落ちてんな。今日も赤と緑の服の女が生き生きしてんね。いや、カビの周りうろうろしすぎだろ。あんなんどうやって取ればいいんだよ。しかも霊夢の方に向かってくるんだよな。こっちから行くと見せかけて、やっぱりこっちから行く。いや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 、無理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 。いやー、追いかけてこないで。いや、でもこれこのまま取れそうじゃない。何かが落ちている。灰の紙を手に入れた。うお、ふん、いや、ちょっと倒してくださいよ。いや、後ろに下がるとかしろよ。強行突破あるのみですよ。灰の扉ここか。お、開いた開いた。お、この椅子は見覚えがありますね。確か作品名は指定席だったな。え、っていうかこれってパパとママの絵上手だな。そういうことじゃないだろ。見覚えのある男女が描かれている。この二人はいつも出るなんてやったんだろ。どうしたの、レイブ。え、この絵の人レイブのパパとママなの。へえ、確かにレイブに似てるかも。でもなんでこんなところにそんな絵があるのかしら。え、二人はどこかって。それはちょっと私にもわからないわ。だ、大丈夫よ、きっとどこかにいるって。結構奇妙な子だと思ってたけど、さすが名前言ってるわね。パパとママ、この絵の中に閉じ込められちゃってるとか。まさか、疲れたのならゆっくりお休み。もう苦しむこともなくなるから、そうやって作品に触れさせようってことですか。そんなのには引っかかりませんよ。大きな本棚がある。あら、この本棚動かせるみたいよ。じゃあ右かな。オッケー、じゃあちょっと離れて、よいしょ、と。窓が隠れちゃったわね。いっか。それから左にある本棚も右に動かしてもらえますか。きっとこの本棚の裏に隠し通路がないのかい。この部屋も何も。あ、扉が開かない。え、嘘でしょ、鍵は開けっぱなしのはずだけど。ドアの向こうで誰かが押さえる。本当だな。何この音、外から。いや、もしかしたらモールス信号かも。んなわけねえだろ。ドアの前に誰かいるわ。レイブ、注意して。いや、もしかしたらモールス信号で SOS を訴えてるのかも。だから違うってのえ。じゃあやっぱり左の本棚の裏に隠し通路が。てか、この窓を塞いだのが良くなかったか。窓から逃げることができたかもしれない。キャリー姉さん、ちょっとまた本棚移動させてもらってもいいですかね。キャリー姉さんはもうヘトヘトのようだ。意外と体力ねえな。おー、壁から黄色い服の女が。あっと、激烈を。こんな狭いところでこの女を増えたー。もう一層女がどこまで増えるのか興味が出てきました。変なことに興味持ってんじゃねえ。ちょっとあの穴の中どうなってるのか見てみよう。あれ？もしかしたら扉の外にいたのはマネキンの頭。さっきキャリー姉さんから助けてやったのに思わだで返す気か。てか、上の扉開いてたぞ。いや、いろんなもの徘徊しすぎ。いってまたこいつかよ。チチ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 、なんですか？次元爆弾の真似ですか？ずるいよ。涙がちなんだよ。何か悲しいことがあったのでしょうね。それでも目から血は出ねえよ。あいつら、ここまでは追っては来ないみたいですね。は？は？ここまで来れば、大丈夫でしょ。邪魔あみなさい。あれ？なんだか体が。さてと。それじゃあ先に、って、レイブ？レイブ？どうした？どうしたの？大丈夫？もう、ダメ。レイブ？ちょっと、しっかり、レイブ、レイブ。あれ？ここは、なんか扉の向こうからすごい音したけど。お父さん、お母さん、どこにいるの？また誰かが追いかけてきてる。そういえばキャリー姉さんは、キャリー姉さん。あ、開かない。もうこの外の花火楽しむしかないや。それ花火じゃねえよ、しっかりしろ。誰かー、誰かいませんかー。最悪、もう全員大集合じゃねえか。とりあえず逃げなきゃ。あ、開かない。いや、これはきっと悪い夢だ。起きろ、早く自分起きろ。は、ほらね、夢ですよ。あ、キャリー姉さんどうしたんですか。そんな薄着になっちゃって。お前に上着かけてくれてたんだろ。おはよレイブ、気分はどう。あ、ちょっと怖い夢を見ただけですよ。そう、かわいそうに。まあ無理もないわね。あんな怖い目にあっちゃったら、ね。起こせばよかったかしらね。ごめん、気がつかなくて。いい人かよ。いい人だよ。それなりに夢の中でも楽しんでましたから大丈夫です。レイブ、そのコートの左側のポケット探ってごらん。鼻紙ティッシュとか入ってないでしょうね。あ、キャンディーが入ってる。それあげるわ。食べてもいいわよ。いい人かよ。いい人だよ。じゃ、もうちょっと休んでから出発しましょう。じゃあ、あと10時間寝かせて。寝すぎだろ。こんな場所で10時間寝れるとかどんだけ神経ずぶといんだよ。このコート、返してあげた方がいいよね。キャリー姉さん薄着で寒そうだと。リサイクルショップで売るという選択も。いや。あら、コート、わざわざありがとね。コートを渡した。これ返さなかったら姉さんずっと薄着だったんだろうか。確かにそれは少し気になるな。美術館での禁止事項。大声での会話は禁止。写真の撮影は禁止。飲食の持ち込みは禁止。作品に触れることは禁止。万年筆の使用は禁止。ここから出ることは禁止。え、アメちゃんは飲食になりますか？食べないで取っておいた方がいいかもしれないな。無題、美術館って禁止事項ばっかりじゃないですか。まあ当たり前なことが書いてあるだけだけどな。ここから出ることも禁止はちょっと違うけどな。何が何でもここから脱出してやりますよ。壁に穴を開けてでもな。まあ大胆。楽しい絵画。いろんな絵が大きく載っている。この部屋も大体調べ尽くしましたかね。よし、じゃあそろそろ行くか。レイブ、これから先も多分歩かなきゃならないわ。私こんなんだし、頼りないかもしれないけど。本当にもう無理って思ったらすぐ言うのよ。
いざとなったらあんたを担いで移動するくらいはできるんだから。キャリー姉さんがお姉じゃなかったらもう惚れてますよ。お前誰にでも惚れすぎじゃない？レイブ、もう出発して大丈夫なの？オッケー、じゃあ行きましょうか。確かここの左側でレイブが倒れたんでしたね。しかも血の涙を流した男の絵の前でな。何ですか？そこの扉はトイレですかね。鍵がかかっている。扉に覗き穴がある。ブヘヘヘヘ用を足してる人を覗くなんて、何も見えない。何なんだよ。お前変態すぎる発言だったぞ。見てる人みんなめっちゃ引いたからな。あー、引けばいいさ。開き直ってんじゃねえよ。この柵の中にある本棚重要なんだろうな。でも絶対この無個性たちが動き出すんだろ。いや、ワンちゃん動き出さないかも。あのポーズもうすでに動き出しそうな感じじゃん。入り口閉まっちゃったわよ。まあこうなるとは思ってたけどな。まあなんとかなるでしょ。とにかくあの本棚を調べなくては。赤いボタン、まあなんだかわかんないけど押してみましょうか。え？押したら赤い無個性が動き出すんじゃねえの？え？そうなのかな。でも気になるからやっぱり押すわ。動いた。ほらやっぱり動いたじゃねえか。出口閉まってるんだった。これもうダメだ。痛い痛い痛い。黄色い無個性さんもはるばるようこそおいでくださいました。あーもう赤いボタンはダメだ。黄色いボタンを押したら黄色い無個性は止まる。黄色いボタンはないのかよ。日誌、人の思いがこもったものには魂が宿ると言われている。それならば、作品でも同じことができるのでは、と私は常に考えている。そして今日も私は、自分の魂を分けるつもりで作品作りに没頭している。嘘？これだけ？出口の場所くらい書いときなさいよね。さっさと出ましょレイブ。さほど重要な情報でもない気がしましたが、この美術館には作者の魂が宿っている。なんで緑のボタンを押したのに青が動き出すんだよ。作者はこの薄気味悪い美術館をあえて作った？何のために？そこですよね。てかここどうやったら出口開くんだ？もう適当にそのボタンを押してみるしかないんじゃないの？でも赤いボタンを押したら赤い無個性が動き出すことは分かってんだ。もうそうしたらスリラー状態ですよ。みんながわからないような例えやめて。もうじゃあ赤いボタンも押しちゃいますよ。まあそうなるよね。分かってた。分かってたよ。じゃあもう青いボタンも押してしまおう。もうどうにでもなれだ。開いたー。なんだよ結局全部押せば開くって仕組みかよ。なんか余計なこと考えちゃいましたね。ほんとだよ。緑と赤を足したら黄色になるから。とかな。まあ無事に出れたしオッケーオッケー。まあでもわざわざ見に行くような内容じゃなかったですけどね。ミルクパズル。レイブ、ミルクパズルって知ってる？まあその名の通り、ミルクのように真っ白なパズルのことよ。絵がついてないから、普通のパズルより難しいんですって。頭がいい人はすぐ完成できるらしいけど。正直面白くないわよ。だって絵がついてないんだもん。好きな絵がパズルになってこそ、やりがいがあるってもんよね。でもまあ私は IQ2 ですから。ミルクパズルなんて簡単ですけどね。お前ミルクパズルの説明聞いてた？月夜に散る儚き思い、きっとうまくいかない恋だったのでしょうね。まあ生きていればそういうこともあります。人生の先輩かよ。あ、鏡だ。身だしなみ身だしなみ。うん、特に変わった様子はないですね。キャリー姉さん、なんか自分のこと見ないようにしてる？確かに目が合いそうな感じが全くないですね。自分の姿に何かコンプレックスでもあるのでしょうか。何よこの像、通路塞いじゃって。ふん、あれ？作品にお手を触れて大丈夫なのでしょうか。ふん。よし。これでオッケー。今のところ大丈夫そう。もうキャリー姉さんは少し気をつけてくださいよね。この日も何？たらいとか降ってくる系？昭和かよ。何も起こりませんね。一体何だったんだ？鍵を開けた。あれ？ここさっきのドアノックの場所じゃないですか。壁に文字が浮かんでいる。ゲルテナ店にある。床に書かれた大きな絵のタイトルは？で、もしかして暗号？あの大きな魚が書いてあったよね。レイブ見た？何だったかしら。確か深海のなんとかって。一文字だったのよねー。ちょっとレイブ適当に一文字あげてくれない？深海の。深海の絵っていうのは普通すぎるし、深海の待って部屋かよ。って感じだし。深海のよ。あ。そうよ。それだわレイブ。深海のよ。タイトル読めた？深海のよ。だからね。そういえばあの時は漢字が読めなかったんでしたね。まあでも消去法でなんとかいけました。鍵がかかっている。何かしら。このパネルみたいなの。何か入力できるみたいよ。さっきの作品名ですかね。何かの音がした。パスワード当たってたってことか。何の変哲もない部屋みたいですけど、決別。なんか嫌ないね。姉さん左下に何か落ちてるの？その絵から目をそらしてるだけだから。わ、何？停電。え、停電ちょ、暗くて何も見えないじゃない。で、レイブ、いる？もう、姉さんは怖がりなんだから。そう？ならいいわ。ちゃんとそこにいてよ。手でも繋いであげましょうか。しかし困ったわね。あ、そうだわ。ライターがあったの忘れてた。姉さんタバコでも吸うんですかい？な、何よこれ。助けて、やめて、怖い、嫌だ、死にたくないって、書いてあるな。ほんと、きっついわ、精神的に。誰の叫びなのでしょうか？作品の叫び？いやまさかな、何か重要な本はないでしょうか？お、なんだこれ、私はそのまま寝かしく美しい足に指を滑らせ。丸々を、丸えさせる彼女をそのまま、いやこの丸々はさすがに言えない。キャリーに本を閉じられた、姉さん。これは大重要な本ですよ。こういうのは大人になってから読みなさいね。ここから脱出できる最重要なヒントが書かれていたのに。書かれてねえよ。